この際お諮りいたします。本日の一般質問はこれにて打ち切り、残る17名の方の一般質問については明14日および15日の本会議において行うことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。以上をもって本日は散会いたします。